銀河旋風亭クライマーは日本のヒップホップで活動するソロラッパー、オータクルーのメンバー、アニソン DJ としても活動している。1991年に小学校の友人の口ずさんでいたスチャダラパーのゲームボーイズという曲に衝撃を受けヒップホップを聴き始める。1995年に米 FM で放送されていた相沢元気のラジオ番組内コーナー、 第2回アマチュアラップナイスでラップを披露し優勝する。ゲスト審査員のブランニューモンキーズから、お前は10年後にすごいラッパーになると言われたのを間に受ける。この時に使用したラジオネームクーラガラパーメイの由来。1996年に中学時代の友人とソトラクジンマというユニットを結成。ファーストアルバムソトラクジンマとミニアルバムスペシャル XI'm As を 自主制作。1997年に、ソトラクジンマのセカンドアルバム、ヤバンゲリオン自主制作し、ユニット解散。高校で山岳部に在籍していたこともあり、この頃からクライマと名乗り始める。1999年に、予備校の友人らと4人組のパンクラップグループ、プリスクライブメディシンを結成、ミニアルバム、クソーゾニオーゾーを自主制作し解散。 2000年にクライマ名義で年間70本のライブをする2002年に大学の友人らとレゲエサウンドパッションノットファッションを結成2002年にオータクルーに加入2004年5月にファンキーモンキーベイビーズと共にフランスで開催されたリール2004という国際的イベントでライブ2004年7月にダパンプの深夜番組少年チャンプルでご当地ラップを披露したのがきかっけで 芸能事務所、ライジングプロダクションに入所。2004年11月にポニーキャニオンより、大田くよいとこ一度はおいで、ちょいなちょいなで、CD メジャーデビュー。フジテレビ、ヘーヘーヘーミュージックチャンプ、TBS、歌番、日本テレビ、速報。歌の大辞典、日本テレビ、音楽戦士ミュージックファイター、日本テレビ、少年チャンプル、日本テレビ、塩止めスタイル。 富士テレビ、音箱と竜門への TV 出演。日本テレビ、爆笑問題のすすめの12月のエンディングテーマに採用される。2005年にオ田タクルーを卒業。ライジングプロダクションを退所。2007年に、スタジオ東はよりリリースされた、コンピレーションアルバム、楽天新人発掘計画につぶらやっぽろ名義、否認の責任という曲で参加。 2008年にボックスレーベルよりリリースされたヨースロマンティックのファーストアルバムヨースロマンティック収録のサンキューフォーダーヒップホップフィーチャリングクライマタマちゃんに客演2008年にパッションノットファッションのミックス CD 下町レゲエにつぶらやポロ AKA クライマ名義指定席という曲のダブプレートで参加2009年にアンセールのファーストアルバムセルフィッシュ収録の マザーネイチャーフィーチャリングクライマに客演。2011年にアニソン DJ として活動開始するにあたって銀河旋風亭クライマに改名。2021年6月22日にソロ、ファーストシングル、ビビン内でビリーブマイウェイを各種音楽配信サイトにてリリース。2021年8月12日にセカンドシングル、指定席を各種音楽配信サイトにてリリース。 2021年8月17日にサードシングル、チェック外せ、を各種音楽配信サイトにてリリース。2021年8月20日にフォースシングル、するべきだを各種音楽配信サイトにてリリース。2021年10月6日にゴスシングル、パソコン買うなら中古はダメを各種音楽配信サイトにてリリース。2021年10月14日にシックスス、シングル、 ポイントカードはいらないです。フィーチャリングアワー自愛を各種音楽配信サイトにてリリース。ありがとうございます。